古遺跡出土派には、土器天理大学附属天理遺産交換展示。古遺跡古遺跡は、奈良県天理市古町、三島町付近にある、旧石器時代から現代まで続く、複合遺跡。古式土器の出土により、古墳時代前期の標識遺跡となっている。奈良盆地東部、古川の流れる、線上地上にあり、遺跡範囲は、現在の天理教本部付近を中心として、 南北2キロメートル東西2キロメートルに及ぶ。一石の北側には石上、豊田古墳群、南側には蕎麦の内古墳群があり、東側には石上神宮が鎮座する。主に地元の天理大学により調査が行われている。縄文時代早期から晩期にかけて断続的に集落が営まれ、深鉢などの縄文土器が出土している。 弥生時代末頃から規模が大きく継続的な集落が営まれるようになり、古墳時代には豪族巨漢や工房、埴輪を用いた祭祀遺構が現れた。弾きや末木、朝鮮半島由来の冠式系土器、刀剣の装具、埴輪などが出土している。特に弾きについては、古墳時代前期の代表的な形式として古式土器が設定され、変年の指標となっている。 また、縄文土器についても、古遺跡出土土器をもとに、中期の天理指式、後期の天理形式が設定された。遺跡名ではなく、所在都市名の、天理を取ったのは、前述の古式土器と混同を避けるためである。出土品は、天理大学附属天理参考館に所蔵、展示されている、古遺跡天理参考館ホームページ、ありがとうございます。